エリーをとことん楽しむソムリエたちの反応集。この動画は水星の魔女の最終回のネタバレが含まれます。ご了承の上ご視聴ください。あらさあ。GN 小獣と。お前何なんだよ！アレクサお姉ちゃん。とて、僕はお姉ちゃんだぞ。まさか小獣とポジに収まるとは。間違いなく最終話で一番いい空気吸った女。姉で小獣とでマスコットとかちょっと存在が面白すぎるだろ。実質的に SD ガンダムじゃない。指に挟まる情報生命体初めて見た。ケツの穴みたいな口しやがって。僕お尻の穴みたいな顔になっちゃった。こいつ無敵か？口が悪いのが最高に面白い。よく喋る？機械に乗り移る悪霊。レンブラン家の子供に自分のこと妖精さんだって吹き込む悪霊。何かこんな感じの最近の映画で見た。目玉親父みたいな存在に落ち着いたな。ゴブのポルナレフか。お前は一度でもガンダム決めたらパーメットの中に保存されるの怖くね？得意金かよ。よく考えたら魔法少女のマスコットキャラだな。これ魔女の娘、魔女っ子、魔法少女にはマスコット。なるほどな。20年ガンダムやってた女だ。メンタルが違う。このキーホルダーが最初に喋った瞬間を見たい。エリー絶対消えちゃうと思ってたからこういうポジションに収まって嬉しい。ある意味一番美味しい存在になるとは。お姉ちゃん田舎臭い雰囲気は水星でお腹いっぱいなんだけどな。都会行かない。お母さんやスレッタが田舎気に入ってるのにエリクトはそうでもないの。なんか長女って感じだったわ。クールさん、ホッツさんの立体化アイテムがエリクト立体化を兼ねることになるとは。プレ版で売ってたけど最終回後だと全然意味合いが変わってくるアイテムだ。なりきりアイテムだったのかよこれ。元ホルダーのキーホルダー。都合が悪くなるとキーホルダーのふりして何も言わなくなるんだろうな。僕キーホルダーだからわかんない。お姉ちゃんね、これからはマスコットとして売っていこうと思うの。でもどうせならこんなダサいマスコットより可愛いマスコットが良かったよスレッタ。僕の体700円なのどうなの？エリーの器をガンダムじゃなくてもっと可愛いマスコットにしてたら早期に平和的解決できてたかもしれねえ。一人称僕なのもマスコット感がものすごい。あのキーホルダーを捨てても自力で戻ってきそうで怖い。エアリアルに宿ってるのは100歩譲ってわかるよ。なんでその変な人形で存在維持できるの？嘘だろこいつ。生き残った上に小獣とネタまでやりやがった。スレッタより物理的に距離近くない？この小獣と。お姉ちゃん赤ちゃんだけど GN 小獣とでミオリネさんいびるよ。あれ可愛いって指さす子供に対して助けてここから出してって脅かすのやめなさいエリクト。テレビもねえ、ラジオもねえ、僕の体はどこにもねえ。何かしらの機会があれば一生生きてるの面白いよお姉ちゃん。ママがシュート目やるのは予想されてたけどお前が小獣とになるのか。ほこりが取れてないよミオリネ。この味噌汁塩分濃度高くない？ミオリネ味噌汁には赤味噌使ってって言ったよね。またトマト料理。スレッタが優しいからって適当になってない？肉は先に炒めて香ばしさを出すんだよミオリネ。ミオリネ、この焼き魚塩効いてないよ。ミオリネ、この焼き魚塩強すぎるよ。玉ねぎは先に炒めないんだね。煮てる間はぼーっと立ってるんじゃなくて洗い物するんだよミオリネ。ミオリネスプーンないよ。あーこれ手で食べるタイプのやつ。うざすぎて笑う。ミオリネ、まだ小骨残ってるよ。お姉ちゃんを殺す気？ミオリネ、お母さんの体調も気を使って味付けしてほしいな。アースレタが好きな味はこれじゃないんだよねミオリネ。どうせあんた食べれないじゃない。20数年も生身がないあんたにスレッタの今の好みなんてわかるわけないでしょ。はあ、僕も早く味がわかる擬態が欲しいや。頑張ってよミオリネ CEO。 ちゃんと片付けくらいできないのかな。部屋汚いよ。それでよくトマト育てられたねミオリネ。ああ、ほとんどスレッタに任せてたねミオリネ。ねえ、洗濯するときに僕を混ぜるのわざと？黙りなさい。未だに僕っ子なのはどうかと思いますよお姉さん。僕キーホルダーだからわかんない。定期的に引き出しにぶち込まれてそう。ミオミオが料理してる横でクックパッド音読して邪魔してきそう。ミオリネさん、そういう言い方は良くないですよ。エリクトもあんまりミオリネさんをいじめちゃダメだよ。妹の嫁についていってクソ忙しい中小言を言う人生楽しいか？あれだけ情熱的に結婚まで言っても本当にこれだけで離婚になるからな。
プロステラが吹け込んだ代わりにこっちが口うるさくなるのかよ。よくよく考えたらサマヤ家全員まともに動けないから嫁が一人で家計支えてんのが笑う。ママンはあれ大丈夫なのかな。登れそうにないよね。スレッタ、結構な坂だからお母さん登れないわ。あー足が動かないから辛いわ。ミオリネさん目分量はダメよ。見てスレッタ、ミオリネさんったらシチューをご飯にかけて食べてるわよ。信じられないわ。うちはバーモントカレー派だよミオリネ。いや、うちはジャワカイーだ。私がそう判断した。わあまたトマト、レパートリーがないねミオリネ。トマトは完全食だ。私がそう判断した。ミオリネシャン、いつもありがとうね。エリーはいいお友達を持ったね。エルノラはもうあらミオリネさんありがとうね。っておとなしく過ごす。エリクトははあ、ちょっとミオリネ、塩味きついよ。お母さんの体をもう少しいたわりなよ。これだからお嬢様はさあって文句言う。要介護者が2人いて24時間小言という小獣がいる。ミオリネの髪は20歳にして白髪まみれである。最強キャラが最後マスコット化して主人公ペアの間に挟まるのいいよね。割とこいついい性格してんなってなった。ミオリネと相性いいわ。また困ってる。青の方にもなんか入ってないか。青い方に4号入ってたりしない。まだ空き部屋があるぞ4号。シャリクが入ってくるよ。キモ。老いたちが大変なことは確かなんだが、だいぶ好き勝手してないか。いいだろ、こんな老いたちなんだから。よくこの遺伝子からスレッタみたいな素直でいい子が生まれたな。エリクトは母親にスレッタは父親になのがよくわかる。めっちゃいい性格してるなこいつ。私はコジュートだけど。君前と性格違くない。思ったより性格がクソガキ。そういやプロローグでもわがまま娘だったわ。すごく4歳と28歳を都合よく使い分けてそうな女だった。最後の最後で田舎つまんねえって本音言いやがった。水星暮らし本当は嫌いだっただろこいつ。ゆりかごの星の時点でスレッタは文句言わないのに、エアリアルは水星人の意地悪さに言及してたから予兆はあった。水星の人らのことはめちゃくちゃ嫌ってたっぽいからな。僕は水星なんてクソ田舎でクソジジイどもに嫌み言われつつ友達もいないまま10歳になる前に死んだが、貴様は水星にもいいとこいっぱいあるだろ。死ぬほど暇だよ、僕死んだもん。バーネットジョークがきつい。決闘ですぐだるまするぐらいしか楽しみがなかったよ。その戦法、勉強させていただきました先生。アスコーで煽られたらぶん殴って反撃しそうなね。父とすげえ気合いそうなのはわかる。飛行生コンビと二人で殴り合いそう。別にキーホルダーになるのはいいけど、なんでスレッタじゃなくてミオリネにくっついてんだよ。そりゃ田舎なんて退屈だから外に出るミオリネについていくに決まってるじゃん。 OP の顔とかからしてスレッタよりやんちゃなのはなんとなくわかってたからな。真面目に言うとママのいろんな世界を見せてあげたいって願いを叶えてるのでは。今までずっと自分にかかりきりだったから、お母さんとスレッタ二人にしてやりたいのかも。お母さんもエリーが何か喋るだけで満足そうな、完全に余生モードだよ。二人とも男の子だもんね。こういうの興味あるよね。そんな、男の人に隅々まで見られるなんて。お姉ちゃんも女の子だからね。もう二人とも男の子なんだから。仕方なかったのよ。これの前にニカみたいにはいかないけどってセリフあるから、超絶テクニシャンだよニカね。いや、俺たちエアリアルを直そうとしただけで。すみませんエリクトさん、ここの装甲外しますね。綺麗に整備してやるからな。俳優とかの下の世話だってやってきたんだ。マルタンはエアリアルとか実はとんでもない発言だったのではないか。勝手に入った午後を拒否するくらいにはウブだから。スレッタだってやりたいことリスト作ってるくせに。お前ケツ穴にクワイエットゼロの優先ぶち込んでただろ。だってガンダムに興奮する変態なんていないよ。抱きしめたいな、ガンダム。クリーチャー気持ち悪すぎてくさ。僕何かスッパマンみたいになってない。こうやって徐々に元の姿になっていく。口の形状が捕食してきそうで怖いよ。パパ、フルフルとかライクライクだこれ。ミオリネが早く体作らないからこうなんだけど。呪いの人形だよこれ。アドベンチャータイムにいた。連れた僕 VTuber デビューしようと思うんだ。自分のボディ作るときはすごいうるさく注文しそう。こんなの胸薄すぎミオリネじゃないんだから。50年後、実家の蔵で謎の人形を見つける銀髪部と眉の娘。いや、僕はホッツ、マーキュリー、君にガンダムに乗ってもらいたいんだ。うわー、ケツ穴が喋った。
水星にで子供世代とエリクトの活躍みたい感じはある。ご先祖としてマーキュリー家を見守り続けるよ。スレミオの子供にお姉ちゃんだよって絶対にやるぞこいつ。おばさんでしょあんたは。なんかいい感じのショタが乗り込んできてボーイミーツガールが始まったりしないかい僕。作中では大して喋ってないけどエリーの口調がなんていうかずけずけと軽い感じなのでものすごい救われた感じがして本当に良かった。友人には絶対家族のために頑張りそうだな。ってのが一番ずるいと思うこの小ジュート。でも生存してくれて嬉しい小ジュートだけど割とずっとこんなキャラだった気がしてきた。初めてガンダム見たけど面白かった。100年後とかの外伝にも出てきそう。マシュマロにてリクエストありがとうございます。